ずっと自分の殻にこもっちゃってたんで、地元に帰ると自分の考えてることがちゃんと素直に言葉に出せるんですよね。もう個性じゃないですか。地元に帰ると自分の考えてることがちゃんと素直に言葉に出せるんですよね。結局自分も混乱してるんで、辛い時って何を今求めてるかも、どういう助けがあれば元気になれるかも分かんないんですよ、自分で自分のことが。そうなった時に東京にそのまま混乱したまんまいたとしても、こう自分が分かんないんだから自分のこと分かってくれる人なんていないじゃないですか。なんでせめて産んだ母親とか、こうちっちゃい時から見てくれてる同級生のところに行って、まあ、会話するだけなんですよ、いつも会話してご飯一緒に食べるだけなんで、そうしていくとなんか混乱から結構抜けれる瞬間があって、混乱した時はなるべく横浜に帰るようにしてます。ずっと高校の時から一緒にいるあの昼食の女の子がいて、その子も結構自分の芯が固い、芯がある子なんで、私は何度も助けてもらってます、その子に。高校の友達のイクハと言います。くるみさんとは高校の同級生です。でクラスは2年生以外ずっと違ったんですけど、もうずっと毎日ご飯の時も一緒だし、あとは帰りとかも同じ帰宅部だったので、もう常に一緒にいる感じで、で大学私が上がってからも関東と近畿で離れてたんですけど、ずっと連絡取って定期的に会って、私の一番仲のいい友達です。ベルを引かないでくれるんですよ、私の。私がさまよってようと、こう森に隠れてようと、ここに いるよ私はっていうのは言ってくれるけど、こっち来なさいみたいな誘導は一切ないんですよ、うん、月みたいな子です。月って何？月ずっと見てるよって。そう、どこのコミュニティにも属してこなかったんですよ。学校も不登校気味でしたし、部活も入ってなかったし、で家族とまんまコミュニケーションも取ってなくて、集団でいる時間が多分少なすぎたんですよね、学生時代に。ずっと自分の殻にこもっちゃってたんで、みんなワイワイしてる中の輪に入りたいのに、入るとうまく話せないっていうか、こうみんなの空気を読んで会話することがすごく苦手で、だったらもうなんかそんな気使って疲れちゃうなら自分の好きなことだけやってたいなって思って、引きこもってネットと音楽とみたいな生活してましたね。どんな学生でした？いやー、もう校則破りまくりのね、あの問題児でした。そんなこう普通の生活をしてたら巡り会えないこといたので、学校でも突拍子もないことをしたりとかするのはちょっと私の刺激にもなって楽しくて、もう個性じゃないですか。だってなんかそれに病名がついたりとかしただけで、私だって人と比べた時 にすごい苦手なことだってあるし、できないこともあるし、逆になんか欠けてるところがあればそれをひっくり返していいところもあるってことなんで。私が失敗したことって多いじゃん、うん、それを短編集にして出したいんだよね、うんうん、失敗談。別に本当にさ、ちっちゃいことからいっぱいあるじゃん、高校の時校則、うん、破っちゃって、うん、いや呼び出しされたけど反省する気もなく親を使って反抗したっていうのとかも、そういうの短編にして事実だけを、うん、だからハッピーではないけど全部終わり方は、うん、こういう経験をしましたっていうのを出したいんだよね、うん、失敗談。みんな人の失敗談好きじゃん、うんうんうん。
私が大学生の時から自分としてこう進んでいく中で失敗の方が多分彼女的には多いっていう話を私にしてくれて、でその時にじゃあ自分がなんでその失敗を歩んできたかって言ったら、今まで SNS でキラキラしてきた成功ばっかり見てきて、それをできるようにって追い求めてきたら、それキラキラしてる裏にはやっぱり失敗だったり辛いこともたくさんあって、でもそれは私は知らなかった、まあ、こういう現実もあるんだよっていうことを知ってほしいっていうのは常々言っていたことだと思うので、なんでキラキラできないって言ってもし悩んでる子がいるなら、いやいやそんな本当はキラキラしてなかったんだよっていうネタバラシじゃないけど、としても見せたいなって思う、追い詰められながら生きるよりも楽しみ続ける生き方が私の理想。いくちゃんがいなかったらもっと辛かったんだろうなって思う。半分持ってくれてたみたいな、うん、辛かったことを、必要以上の痛みとか苦しみを持ってくれてたんですよ一緒に。だからもうこれ以上私の気候で余計な抱えなくていい問題をもういくちゃんも私も背負いたくないなって思う、問題をね。でも本当感謝してる。なんかもっと辛かったと思う、はい、いなかった。だからそう、倍辛かったと思う本当に。私も私で多分いなかったらもっと辛かったし、本当、だって受験勉強の時とかもさ、ずっとそばにいてさ、ね、頑張ってって言ってくれてさ、夏休み1回息抜きで1日遊びますって言った時も遊んだのはくるみちゃんだったし、その後もずっと頑張ってここまで生きてこれたのもいつも話聞いてくれたり隣にいてくれた存在があったからだとは思ってるから、同じくだよ。嬉しい。あの命尽きるまでっていうか、死んでしまうまでもうおばあさんになっても生きてる限りはもうずっと隣にいてほしいし、悩みも全部話してほしいし、なんかもうもはや自分の一部としてお互いずっと成長し続けていけたらなとは思ってます。嬉しい。なんか結婚の言葉みたいだね。これからいっぱいいろんなとこ行こうね、行く。お疲れ様でした。ありがとうございます。ならこのままでいいか。今はあと少しくらいは死なないを続けて、明日死のうを伸ばし続けていいかな。ちょっとレベルアップ自分ができたから、あ、前の私と一緒だみたいな。この1週間でまたちょっと殻破れた感じがします。出勤し続けれてる理由の1個ですね。全然早く家に帰りたくないなって